桃のゼリー、桃のゼリーだったはず、多分そう。美味しそう、いただきます。うん、うまんの、よきよき。綺麗ですね。うん、おいしいよ。よき。あさっての 2.5×3 のライブ、皆さん今日の明日ですね、間違えました、今日のじゃない、明日の6時まで2部のお申し込みができますので、もう残り少ないので当選するかどうか分かりませんが、見なきゃ後悔するライブになっておりますので、配信で見るとかを考えないでください。とりあえず現場で見るというのが大事なライブになりますので、必ずお申し込みください。当選結果をお待ちください。よろしくお願いします。遠いから来れない、明日仕事だから来れない、そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ、来なきゃいけないライブなんです。推しメニューに来ますよ、私のために来てくれるの嬉しい。あれ売り切ると、明日お仕事なんです、有給というものがあるじゃないですか。行きたかったです、たけるくん。立ち見でもいいから来てほしいよね。本当にそれぐらい素晴らしいライブになると思う。ゆみかさん、ライブ行くよ。嬉しい、ありがとう。初見さん、ニャンホです。嬉しい。ナピアシ。立ち見は多分ないと思います。ね、立ち見席も作ってほしいなぐらいめっちゃ盛り上がるライブになると思いますので、三田さん誰推しなの、マピ推し、マピのペンライトから水色と青だよ。ダンボール開けてる、確かにそう聞こえるよね。ゼリーを凍らせた、のを食べている音です。撮影可能タイム、撮影可能タイムはですね、亀戸籍がないということはないということなんでしょうか。まあないのかもしれないですね。はい、あ、りんごね。海田さんの反応なし、マジか。残念。お見送りある、わかんないです、次の部がまでの時間が短すぎるので、まあ私の予想あるかないか半々の確率だと思います、今のところ自分の予想ね。
待できるの、あさって来てくれるの、そんな状態ね、本当にありがとう、お大事にね、もうなるべく安静にしてね、明日退院できるの、よかった、いや気をつけてきてね、本当に気をつけてね、いや確かにガムテープね、みちゃさんありがとう。よし、優勝招待のアピちゃんの砦まで来た、勝った、よっしゃー、圧倒的に勝ちました、イエーイ、ローモバ今やってた、しばらくはちょっと どうなんでしょうね、まあ続けてたら楽しいんじゃないかなって思います、せっかく入れたゲームだし、勝利よっしゃー、まあ、人数がね相手もね少なかったのでね不利だったのではないでしょうか、やったー、よく見る同盟と対戦でまあ面白かったです、楽しかったです、ありがとうございました、対戦ありがとう、うん、戸口があまりにも小さいのでそんなそう、銀色のスプーンでございます、銀色のスプーンです、うちのフォーク、スプーン、ナイフ、すべて銀色です、そうなんですよ、全部銀色なんです、なんか銀色のスプーンとかを使ったりすると、あのなんだっけ、すごくねいいみたいな、そういいっていう子供の成長とかそういうのにいいらしくて、そう、うちのお箸は黒です、銀じゃないんかいそうなんですよ、なんか金色のねはね、金色のねうちのお皿はほぼ全て白ですね、白か透明かが多いです、うちのお皿は全てほぼ白ですね、食器棚を見る限り終わりじゃよ、そう、私は基本的に白多いですね、食器棚はもう白です、あーそう、透明ってあのこういうのね、あのこういうやつがまあいくつかあったり、そうだ、よく使ってる多分お皿を全部あのもぐもぐ配信とかで集めてみたら多分わかると思います、全部ほぼ白だと思います、たまにねピンクとかの黄色とかをでかい器とかあったりするけど、うん、それぐらいですね、ガチで全部白すぎて今ねびっくりしてますね、改めて見ると白です、でうちではすごく珍しいんですけど、ついこの間お皿が割れてしまいまして、そう、あのお皿が割れてしまいまして、うちのお皿って基本的にもう手に入らないものがあったりするんですけど、皿割れた、本当に
悲しいですね。あのさ、そうなんですよ。いや、そうなんですよ。割れちゃってですね。本当にめったにないんですよ。1枚足りない恨めよみたいな状態になりそうで。そう、イモピがさらわり星人だったんですよ。そうで、最近亡くなって、それがね、なんだけど、ちょっとびっくりしましたね。パリンと音がして、そう、落としちゃったっぽくて。さらわり精神だったんですよ。気がなかった、気がなかった。海と反応した。待って、今すごく変なとこで反応するので、さっき反応してほしかったわ。で、ところで海とは私推しなの。ごめん、永遠にいじると思う、今日答えないと。そう、左手を使って、あのお箸で食べる、お左手でお箸、お箸を左手で持って食べるっていう習慣をなるべく身につける。箱、はー、嬉しいね。嬉しいね。ぜひ脳病死になってね。 STU で一番あの希望があると言われているメンバーなので。そう言ってるだけじゃダメだからね。ちゃんと押さないとそれは意味ないからね。ほら、左手でスプーンはね、多分誰でもいけるんですよね。お箸がね、多分難しいんだと思います。だってみんなが言ってくれるじゃん、よく。嬉しいからちょっと自慢しちゃった。よくないよくない。そう、希望ちゃんって書いてね、ノアとも読むんですよ。この前前から書いて嬉しい、ありがとうございます。最近、のっちゃん気になってる、嬉しいな。時々目が大きくして気になったりします。嬉しい。そう、希望ちゃんと書いてノアちゃんとも読みます。 STU の希望はノアピだよ。サッチーは年上だもん。本来の希望は多分私なんだと思うよ。自己肯定感上げてこう。いや、だからそうやって後輩ちゃんに言っちゃうんでしょ、どうせね。4期生とかが入ってきて、もっと若い子が入ってきちゃったら、どうせね、希望ちゃんとか言われなくなっちゃうの。あ、やばいやばい、闇闇。めっちゃネガティブ。すいませんけど、次の週何言ってんだ。もうだからさ、なんだか悲しいものよね。あるあるって、そういう鈴鹿様、あなたお借りよしじゃない。あー、ダメダメ、ちょっと闇の部分が見えちゃったかもしれないね、ごめんね。桃のゼリーだよ、美味しいよ。
ばんは。癖になる。あら。じゃあそのまま屋敷さんはナビ押しもよろしくです。うん、なるほどね。直撃ピエン。急に最近お米が品薄なんだよね。ナピ知ってた？ああね、なんかそうお米を買いに行こうと思って、まあ普通にね、私も一応スーパーとかね行ったりするんですけど、行ったらお米がないくて、なくて、まあうち一瞬困りましたよね。あらないわみたいな。あらないみたいな。あー早いねーって話をして、なんかあーマジかーマギかーみたいな。そう、なんか米がお米が早くなくなるのが早いねーって話をして、そろそろかなーって言ってたんですけど、早かったです。びっくりしました。だからといって買いだめはねちょっとね気をつけてくださいね、皆さん。みんなの分のお米がなくなっちゃう。今うちは米があります、一応。おなかかったっけな。スーパー行くよ。デパートとかももちろん行きますよ。うん。すごい驚かれてる、なんで。スーパー行かないみたいな。普通にイオンとか行きますよ。なんだろう、イオンで買ったものもありますし、なんか何言いますとこういうのも買いますし。行きますよ、行きますよ。ウケるな。うん、お米が食べない日ありますね。ありますあります。高い気がする。そうね、なんかお味噌汁って基本的に夜ご飯とか済ませたりとかしちゃってるから、最近はサラダとか、あ、最近ね生ハムにハマってます。なんでなんで。そう、生ハムロースにハマってて、ちょうどサラダチキンの横に生ハムが置いてあって、え、何これと思って、ちょっと美味しそうで買っちゃって、なんか食べたいって言ったら、まあいいよって言われて、そう買ってもらって、ね、デザートでちょっと食べたんですよ。本当に美味しいですね。生ハム美味しいです。うん、呼吸デパートしか行ってなさそう。すごいイメージや。ありがとう。まあ呼吸なのかどうかかなだけど、いや庶民とかの問題じゃないよ、みんな食べるよ。生ハム普通に置いてあるもん。生ハム美味しいよね。変装はね、あ、バリバリしてますね、男性になっていきます。嘘そう、生ハムがね美味しくて、そんなにメロンとねって言ってるんですけど、メロンがちょっと今品切れで、うちの母上がメロンアレルギーだからあんま買わないんですよね。そう、何も食べずに、何もかけずに食べた、何も食べずに間違えた。え、置いてあるよ。え、嘘、生ハムって置いてない。え、あのパッ、なんか本当に安いやつ、なんか300円ぐらいの、ごめん値段言うけど、あの300円のパックみたいなやつ。
いや本当に安いものを食べたんですけど、そうだ、ドンキとかには行かないかな。あ、なんかドンキっていう存在は知ってるし、ドンキの中に人生で何度か入ったことがあります。みんなよくドンキ行くとなんかこれがあるよみたいなこと言ってるから、ドンキって便利なのかなって私は思ってます。そう、急に安くて1枚、違う違う、5枚セットだったいやなんかあの、え、売ってない本当3万なんでしょえ、ちょっと待って、あれ売ってなかったっけあ、多分あの、うん、あの切り落としみたいなやつかな、分からないけど、なんかスーパーでは見るでしょ。そうそう、それ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 。え、ね、レッスンとかにね、あの全然あの小腹が空いた時とかにあの食べれそうなぐらい、あの味が結構しっかりしてたから、そう美味しかったので、なんか味、その口の中がね、なんか物足りないなって思ったら生ハムね、良さそうな気がする。なんかコンビニにも売ってるとこ見てって見て、なんかそう美味しそうだから、ちょっとね、ちょっとレッスン用に生ハム買っていこうかなイチゴちゃんに見せる、面白いかね。おとさん昨日配信いたね。おとしさん、そう、いちごちゃんの配信初めて見に行ったんですよ。あの確か昨日、そう昨日ね、レッスンの時にもう帰ったらすぐにお風呂入んなきゃとか言ってたから、絶対に入るみたいなこと言ってたから、は、本当だね、言ったねって言って、あのツイートでもお風呂上がりました、ありがとうございます、 STOJ アンダーバーの PPA みたいな感じで書いてあって、それに今日返信したんですけど、あの本当に約束通り入ったっぽくて、でちょっとその配信ちょっと見ようかなっていう風に思って、そしたらね、あのもううちのファンの方がいたわけですよ。びっくりしましたねうん、ね、そう、それでね、あのツイートがねあったんですよ。なのでちょっとね、あのまあ皆さん驚いたかもしれませんが、そう、生ハムでそんなびっくりだよ、みんなも食べるなで、そのいちごちゃんに初めてメンバーの前で変顔をしたんです最近まあその仲良くなったからっていうわけじゃないんですけど、いや仲良くなったんですけど誤解誤解、仲良くなったからっていうのではなく、仲良くなったんだけどちょっとふざけてアヒル口の誇張した版みたいな変顔をあのいちごちゃんに見せた初めてメンバーの前で変顔をしたんです。多分あずみん以外と変顔をしたことがないんですよ私で、そのいちごちゃんにでちょっと誇張した場を見せたらすごいツボってくれてで、あのよく最近ちょっとするようになりましたって感じです。そう、そう、誇張しすぎたアヒルですね、アヒル口をしたらすごいあのツボるようになったのでそう、あの多分みんなにカエル化されそうで嫌ですあずみん、いや、そう、あずみんがね、あずみんの変顔で私はつぼるで、私の変顔でいちごちゃんはつぼる。なるほど、いちごちゃんのね変顔も私つぼっちゃうんですよ、私多分何でも笑っちゃうんですよ面白かったらあずみんの変顔は特につぼります。
変顔の写真持ってますよ、いくつか。怒られる、怒られはしないよ、何やってんのって言われるぐらいです。あのそれか爆笑してくれるか、何やってんのってちょっと冷たい目で見られるか、苦笑いされるか。ですね。うちでもあんま変顔しないよね、私ね。無反応でした。無反応でした。そう、なんか一時期アヒル口みたいな自分でハマっててみたいな、わかる？なんかアヒルっぽい感じで、これをもっともっと見てやっていくじゃないですか、ね、アヒルになるじゃないですか。でこれをさらにひどくした番です。が、そう、あーなってもやっと変顔する時期だったからしいです。くるくる、え、ほんま、そう、くるくるにね、まだ見せてないな。ちょっとくるくるの前だと恥ずかしいな、まだ。カエル化するので見せて嫌です。とても恥ずかしいので、あのお話し会とかで来たらいいよ、何も残んないし、これ残っちゃうから。某チューブで、 YouTube などで残ってたりするから、あの嫌い見えるんですけど、オンライン話し会なしね、リアル話し会なら何も残んないからいいよ。って言ったら絶対みんなリクエストしてきそうで、やだ。うん、あずみんとりょうつん告ったらしい。ウケる、ボディ、ウケるな。うん、こんばんは。そう、変顔想像できない、変顔ね、ほんまに全然しないんですよ。そう、そのアヒル口だったらまた可愛いじゃん、わかる。それをね、どんどんひどく、あのどん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 ね、やばくなったバージョンです。ほんのり変顔、恥ずかしいな。そう、ツーショット、ツーショットは乗せないならいいよ。ちょっとエネルギーかもしれない。この下を隠していこうか。はい、下にもってこいって。そう、アヒル口超可愛いです、ありがとうございます。そう、ちょっとね、あの乙女の恥じらいがありますね、本当に恥ずかしい。マスクしていく、その時だけあいーあいーとはね、うん、似てないかもな。うん、誰が乙女、え、ん、目の前にいるこういうちょっと白の服着てる、ロングのちょっとロングめな髪の、目がクリッとしてて、うわーってダウト。よくないね、だダメだね、本当にオルクズナーちゃんっていうこういう可愛い子が乙女っていうのよ。ダメだ、誰も話聞いてない。可愛い、ありがとう。誰も同意してない、本当に。うん、ヤンピース一番くじ、一番くじね、あのね、やったことないんだよね。ちょっとやってみたい気持ちあるよね。あ、そう、みんなさ、これさ、私さ、ずっと配信で紹介しようと思ってたわらび餅、ごめん、急
急にこの話になるけど、いやごめんだけどはぁってごめん、ちょっと紹介したかったの、ずっと紹介したかったの、ごめんねずっと紹介したかったの、ずっと紹介したくて、でもずっと出してなくて賞味期限切れちゃってわらび餅って賞味期限短いじゃないですか。この賞味期限2024年の2月18日って書いてあるんですよ2月18日って書いてあってで未開封なんですよ。でまだ開けてなくて、だから大丈夫かなとか話しててでごめんなさい、2月のやつで忘れちゃってて食べるの忘れてて去年あの修学旅行行ったんですよあの、まあ、みんながね知らないうちに修学旅行行ったんですけど、その時に京都に行って、京都のあの清水寺ってあるじゃないですか。清水寺の行く途中にめっちゃ美味しいわらび餅屋さんがあって、でそこで班のみんなと一緒にあのここに行こうって話になって、あの私一般だったんですけど、その一般のみんなでファンのみんなじゃない、ファンのみんなね、そう一般だったので、あのまあ大体6人って言ったかな、6人で行ったんですけど、でここのわらび餅屋さんに行って、ねだよ、そう試食したんですよ。試食して、でめっちゃ美味しかったから、これお得だよって言われて、あそうなんだと思って、で抹茶味でみんな買おうってなって、抹茶味みんなで買って、で配信に紹介しようと思ってたんですよ。でも修学旅行に行ったってことはまだ内緒にしとこうと思ってあのそうなんだと思って、あいいじゃんと思って買ってまだ修学旅行に行ったことは、まあ、みんなには内緒にしとこうかな、まあ、でもこのわらび餅は紹介しようかなとか思ってたら忘れちゃってて半年以上経ちましたね。はい、ちょっと開けてみましょうか。ごめん、みんな開けない方がいいとか言ってるけど、もうこれはね、振りですね。わらび餅、いや、しかもね、これわらび粉が入ってるんですよ。でもうめったにないじゃないですか、めったにないというか、もうさ、なんかあんまりないじゃない。で、おお、え、消そうじゃねごめん、そう、わらび粉が入って、てりー、見て、てりーね、粉もついててね、お召し上がり方、パックに入っているわらび餅をお皿に移し、砂付きのきな粉をかけます。お好みの大きさに切って常温でお召し上がりください。開封後は賞味期限にかかわらず翌日中にお召し上がりください。ということはものすごく短いんですよ、持つ期間が。見てください、そんな変わってなさそうじゃないって思うじゃないですか。絶対ダメなんですよね。そう、京都のこういうお店になりますね。本当にさ、なんか自分でもさ、見た目は大丈夫、なんか食べても大丈夫。見て、こっちかっこいいよね、見た目は。いけそうなのにね、これで
お腹壊したら25日出れないからやめるんですけどそう、もったいないんですよ。結構高かったんです、確か。安かったんだけど高かったんです、確か。全く、そう、やばいよね。食べるのはねやめるんですけど、よいわらび餅を買ったんです。本当にね悲しいですね。修学旅行だっていつの話よってぐらい昔なんですけど、うまいよ。いやー、あべのハルカさん、うん、すごいね、初期の頃の話だね。違う、探りを入れないでおくれ。うん、おー、100円のわらび餅、安いね、ワンコイン、ワンコインは500円か。ワンコイン、あ、確かにワンコインだけど100円でもあれワンコインか。八つ橋は大好きです。生八つ橋が大好きです。生八つ橋美味しいです、よく食べてました。うん、あ、なんかあの八つ橋のさ、硬い八つ橋もあるじゃん、あれも好きだよ。ポリ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 って、で事務所に修学旅行のお土産で生八つ橋買いました。生八つ橋を買ったんです。そしたら一瞬でなくなりました。そう、せっかくだしいつもお世話になっているので、やっぱりね、事務所の方にも差し入れをさせていただきました。そして修学旅行の時に初めてユニバに行きました。やっぱりね、こっちの方ではやっぱり何、だいたいユニバか、あとはあそこですね、神戸じゃないな、どこだ、忘れちゃったな、キッザニアですね、あれキッザニアって新神戸だってる。違ったっけ。そうで、キッザニアもね昔東京にねいた頃よく行ってて、そう、何度か行って、久しぶりのキッザニアでね楽しかったですよ。なんか修学旅行は大阪そうに行く予定だったんですけど、自由時間で京都にも行っていいよとかそういうのがありまして、なんかもう電車に乗ってみんなで寝たり、なんかうとうとしながら行ったりとか、なんか外国の方に写真を撮ってもらったりして、道頓堀にも行きましたよ。大阪はすごく楽しかったです。10円パンもねみんなで食べまして、ビヨーンってやったりとかして、そう、バイトするとしたらどんなのしたい？あ、スタバです。私すごくスタバが昔から好きで、ニューヨークチーズケーキすごく美味しくて、でまあすごく好きなんですけどね、値上がりしましてね、現実的な話。びっくりですね。でスタバは今でも大好きです。道頓堀はナンパされちゃうよ。スタバはなんで、あ、そう、今言った感じの話です。
あとコーヒー豆とかも結構好きなので、あのコーヒー豆のチョコレートとかもね、うちにあのあります。美味しいです。あの父が海外に行った時のお土産で買ってきて、うちにまだあります。マンゴーパッションフラペチーノみたいな。ねスタバ、うん、ユイにはめっちゃ詳しい。あ、ほんまに？じゃ一緒に行こうかな今度。鳥取の砂場いや行ったことないね。まだね行ったことないわ私。そうちょっとね行ってみたい。ブラックコーヒー、ちょっとね、そろそろ、ね、配信をね終わりたいと思います。唐突ごめんなさい。今日いろいろと全てが唐突すぎる。ではねちょっとねごめんなさい、終わらなくてはごめんなさい。そうわらび餅残念でした。いいでは終わります。タイファイヤーさんありがとうございます。タイプ S リュウセイ君ありがとう。リブネズオータトンさんありがとうございます。天気ありがとう。テネスビッグウェブさん天気ブルマッチありがとうございます。ナイスホリちゃんさんありがとうございます。天気ブルマッチ。エイジーズユズキさん天気ありがとう。セブンエイジサイチさんありがとうございます。天気ありがとう。エイジーズダスビダンさんありがとうございます。天気ブルマッチ。フィフエイジオラベさん天気ブルマッチありがとう。And for is Spector さんありがとうございます。イエイ。 And said is スコさんありがとう。こちらこそ。セカンドですピピピトマトさんありがとうございます。フリスエスナカちゃんさんおめでとう。そしてありがとうございます。ありがとう。またね。 Thank you. バイバーイ。はーい。